生誕ティーが届いたみたいで、タオルと生誕ティーがみんなの元へ。だろー。たくさん来てください。あ、こたちゃん、あ、あ、なんかこたろうが暗房になりましたね、今日。ああ、こたろうのお母さんで、え、そんなに怒る？え、3日休んでな、3日休んだら10連休になるって私も見た。いいね、休みの日って。やっぱり公園でね、みんなにお会いできますからね。あ、こたちゃん、あは撮影があって、マシュガのマシュガの撮影がありまして行ってきました。急遽ね、決まったの。だから、そうそう、なんで、あ、チャーハン部ではないチャーハン部ではない。普通に結構ね、マシュガ出ますね。なんか偏りがあるっていうか、なんか全然チャーハン部ではない。でも普通の企画に呼ばれるのは初めてかも。いつもね、私ね、チャーハン部しか、チャーハン部が代打で出たことしかなくて、なんかちょっとマシュガの新企画みたいな感じのに呼ばれたらしくてそうそう、新企画ですみたいな言われて、多分もうちょっと先にですね、でも出るのは。なんかマシュガで新しく始めようとしてることをちょっと、でも他にもいたんですけど、やりました。あの、かわいいな。こんばんは。明日は、明日も撮影があるんですけど、も撮影があるんですけど、もうその時に絶対インスタ始めますの写真をちょっと絶対に撮ろうって思って、インスタ始めましたの写真。そう、もう服も決めたから、あの、この服ちょっとインスタっぽいかなみたいな服を。そう、いろんな人のインスタ、いろんな先輩とか、まあ、ロッキーとか、いろんな子たちの人、メンバーのインスタを見て、インスタを見て、どんな感じにしようかなってめっちゃ作戦練ってた。
どんちゃん。アイコンもね、撮らなくちゃ。いやアイコンどうしよう。アイコンにふさわしい写真ないかも。でもふさわしいって何？でも一つ言っておくけど、多分投稿頻度は少なめな気がするよ。これだけは言っとく。投稿頻度はあんまりそんな高頻度ではないよ。でも多分カフェとか行ったら載せるけど、あのなんかあのちょっとね、これ私めっちゃ今インスタに満ち溢れてる人みたいじゃん。まあそうなんだけど、あのいやその1週間に1回とか載っけれないよって。いや1週間に1回ぐらいならいけるのかな。でもね本当にあの3日に1回とか絶対できないからし、あのなんかね、あのなんだろう、普通になんか最初私ってもうモチベが低下したらすぐにってなる人なんですよ。わかります？私ってほんつき始めかからしか頑張れない性格なので、それとこれは関係ないけど、もう一回ねモチベが下がっちゃったらずっと下がりっぱなしなの。だから無理して乗っけるよりも、多分あの私のインスタ始める理由は、私インスタってもう人生で一回もしたことなくて、まあ、ツイッターもしたことなかったんだけど、そうそう一回もしたことなくて、いつもさ、いつもっていうかなんか入る前とかにさ見てたさ、なんかおしゃれ女子みたいなのに憧れて、そう憧れてやってみたいなって今思って、そうなんかね、それで頻度少なくなっちゃうよりかは、まあ自分のいけるペースで行こっかなって思いますね。やっぱ無理せずって感じ。ツイッターの方が多分頑張れる、頑張る人。メンバーでこの子見せた。私最近思うのは、めっちゃ私ゆえるさんの投稿の感じが好きな、写真の感じ、投稿の感じっていうか写真がの感じがなんかね好き。何の、いや何のカメラアプリ使ってるのかっていうか知ってるけど、なんかね、なんかやっぱゆるさんとかはなんだろう、今時って感じ、やっぱり若者って感じ、わかんないけど、やっぱり二十歳ぐらい、二十歳じゃん今なんかね。そうそう、だからめっちゃインスタもめっちゃインスタっぽいんですよ。なんか私が求めてるインスタって感じ、あれがね、わかる？なんかそう、なんかちょっとインスタはノーマルっぽい感じにしたくて、そうノーマルっぽい感じ、なんか写真をの、どうしたの？コタロ、ほらみんな見たいから、コタロのこと。ごめんごめん。
そう、なんかノーマル、あ、ノーマルっていうのはカメラがノーマルって感じ。あげたいのか。じゃあ猫太郎バイバーイ。そう、なんかあんまり加工感やっぱ、あの加工感強くない感じのけど、普通に加工はするけど、なんかあんまり薄めの加工っていうのかな、あんまり加工感ない感じにしたいなって。なんか私ね、あの写真撮ってもらった時、こう写真撮ってもらって、私その写真であんまりなんか自分可愛いっていうか漏れてるなとか思うことなくて、そうそう、でもなんかこの前写真撮ってもらったんよ、グッチとかマリンカ、グッチはまあそもそもいいとか、コッペとかリンカとか、まあ、大体そこら辺から撮ってもらうの私。今日のショールーム目がキラキラしてみる加工って、違う違う、多分ライトついてるからでしょ、ライトついてるんだよね。で瞳の加工もあるよ、でもこれだけど、ふーん加工だったバリバリ。でもいつもこの加工だから、今日は多分普通に光が当たってるってことだよね。カラコンつけてない、つけてみたいんだよね、つけようかなコンサートの時に。そう、ココッペとかリンカとかグッチに撮ってもらうんだけど、グッチはまあ誰でもっていうか、もう可愛いって言ってくれるんですよ。でもこの前さ、グッチにあの写真撮ってもらって、なんか、え、あんま漏れてなくねみたいなってなったんですよ、グッチに撮ってもらった時。でも確かにその時グッチ可愛いとは一言も言ってくれなくて、言ってくれなくて、別に言ってほしいっていうわけじゃないけど、なんか言ってくれないっていうか、なんか言わなくて、その時は珍しく、え、なんか言わないんだと思って、今日はそういう日なんだってそう思ってて、なんか写真撮ってもらって、でも可愛いとか全いつもだっか、可愛い可愛いって言ってくれるの、言ってくれながら、もっとこの顔してとか言ってくれ、言って写真でも撮って、写真も撮ってくれるんだけど、その日はなんかなくて、このね、その日はなくてさ、そのかわいいかわいいって言ってくれるのが、え、どうしたんよって思ったら、なんかあんま漏れてなくて、その写真見かした、あ、 I love you、 カンさんありがとうございますね、金でかわいい、すべてがそうね、かわいいかわいい。でなんか、まあ写真見かしたら全然漏れてなくて、あ、漏れてないからグッチ言ってくれなかったんだと思ったら、その後にあのなんかグッチが、え、もう一回撮らんでいいみたいな、か、多分だけどそういうことを聞いてきて、え、大丈夫かなもうみたいな、もう諦めよう今日はみたいな言ったら、今さっきのやつ全然漏れてなかったけん、もう一回撮ってあげるよ私がみたいな言って今さっきのやつ全然漏れてなかったから私が撮ってあげるよって言われちゃって、えみたいな悲しい。でもまあ漏れてなかったんだよね、確かにそれは。そう、でもココッペとかも、ココッペは可愛い可愛いって言いながら撮るよりかは、めっちゃいい感じよって言ってる。でリンカにこの前撮ってもらった時も、これ撮ってもらいました、あ、いい感じって言われたのね、あ、いい感じだよって。あんま言われないけど、リンカからはそんなに、多分なんかいい感じだよって言ってもらえて、あ、マジみたいな、え、どんな感じかなってなるじゃん、いい感じだよってどんな感じやろうって思ったら、自分的にはんって感じだったの。
自分的に、そうそう、自分的に、ん？みたいな、え、これ本当にいい感じなの？みたいな感じ。もうで、なんだろう、でも凛花がいい感じって言ってくれたってことは本当に多分いい感じなのかなって思って、ってことは私って人から見たらこういう顔なんだみたいな、そう分かった自分で。そう、しかも自分的には全然燃えてないなと思ったんよ。なのにあの凛花が、しかもな、凛花が言ってくれたってことが思ってたくて、いい感じだよって言ってくれたから、あ、これいい感じなんだ、これっていい感じなんだってなって、そう、これっていい感じなんだって思って、じゃあ私ってこういう顔なんだって思って、そうそうそう、え、まつげいい感じ、めっちゃね適当にやっちゃった、でもこっちが綺麗なんだね、こっちは汚いけど、そう、ちょっと信頼性高くない、凛花のね、だから私ってこんな感じかって。じゃあさ、私ね、でもその時何がダメだったかって、もう顔がねぷくぷくだったの、顔がぷくぷくで、本当に確か今も見ても顔太ってるなと思ったんよ私今。うん、顔がねぷくぷく、そうだから、だからあの顔が結構私丸いっていうか、このこれ分かりにくいからかな、でうんってなった時に見ててね、これってなった時にふん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 、ここが、いや今ほうれい線消してるから分かんないか、このほうれい線消すとね分かる、このふんふんふん、わかる？ここのここのね、私ほうれい線、ここがこうやってやったら、ここが出てアンパンマンみたいなの、そう見てしたらここら辺がうんふんふんとか、めっちゃほうれい線、なんかここのほっぺがほっぺがぷくぷくで、なんか本当にな、いや、それが嫌で、だから加工するときにここの加工めっちゃしてるかもしれないけど何とも思わないでねってことを先に言っとこうと思って、そうタブレットの光で私発光してるわ、そうそう、ほぼブクブクだから、あの結構やっぱ加工しちゃうと思うのね、そこに関しては、そう、なんでかっていうとコンプレックスだから、ちょっとなんか普通に、そう、顔がぷくぷくちゃんなんだよね、だからそこだけはなんか藤子こうめっちゃシュッてしてねって思っても、私、あ、そういえば藤子この前コンプレックスって言ってたし、いっかってね、なんかそれをもしファンの方同士でなんか最近藤子こう加工強くねとかなっても、ああ藤子子コンプレックスなんだってってって言っといて、なんか藤子子最近加工強くね、なんか誰でもいい、誰でもいいって感じです、そういうことじゃなくて、なんかあのなんだろう加工強くねってなって
でもしなとかなんかどっかで加工強くねってなってもみんな藤子がね最近ちょっと顔がね丸くなっちゃったんだってって顔が丸くなっちゃったんだってってでもねショールームだとねいいのこれショールーム漏れるちょっといやショールームは丸く見えないねなんだろうでもほら丸くない私ここなくしたら結構致命的自分的にここほらもうやだでも痩せたらこんぐらいになれるってことちょっと目が引っ張られてるほら痩せたらこうなるが顔が丸いとあの顔が大きく見える優勝みんなさ違うの私思春期の女の子だからそういうの気にしちゃうのギュッとあげたいだやっぱ高1って気になる年だからねちょっと顔がブサイクなる引っ張られてえ思春期って言うんだっけそういうさ自分のさ容姿が気になるお年頃みたいな普通に私お年頃なだけそうだからちょっとこれからもし貸したらツイッターとかインスタの加工がめっちゃここがシュッてなってるかもしれないんですけどまあ、溢れないでくださいってことですもうね若い子は地道に頑張ってくださいでもさ明日もさ撮影あるんだけどめっちゃ前髪迷ってて今この今めっちゃパッツンじゃん私重めのパッツンこれで撮影するかでもこれでやるのはちょっと巻かないとね長すぎるかこれかちょっと薄くするかなんかここで見ると別にそんなめっちゃ重たくもないよまあ重たいけどってなるけどそうなるけどなんかねやっぱ重たいからそれかちょっと薄くするからねでも私おでこがねほんと狭いのから薄くできなくてあんまり多分これが頑張って薄くしたらこのぐらいって感じこれが今の現状
でもね、私ね、前髪薄くするのドライヤー絶対使わないとさできないんだけど、でも公演前にわざわざドライヤー使うかと言われたら そんなことしたくないからさ。昇格後の髪型どうしようかな。私めっちゃ聞かれるの、先輩とかに何するのって。そう、何するのって言われて、何しましょうかねみたいな。最初がパジャマで、その次が目撃者で、その次があのコンサートでみたいな。そう、でもあんまさ同じやつしたくないけどさ、同じやつになっちゃうかなって思うよね。ちょっとまだわかんないかな。あんまりもしかしたらやってないかも。もうずっと巻き巻き下ろしぐらいしかしないかも。巻いてハーフアップとかそんぐらいかな。あんましないと思う。あんましないと思う。なんかツインテールとかはあんましないかなって。編み込みいいよね。なんか私ここにさ編みたらしとかさしたい。こうやってここにパーンってとか、リナさんがよくやってるここに三つ編みのやつ。でも目撃者じゃ別にしないかなって思う。私は目撃者じゃツインテール絶対しない。黒点かパジャドラで天使した時にしかしない。天使いつかする、いつ、うん、天使するか分かんないのに。あ、待って、今日さ言おうと思ったんだよね。ここ3で天使したいなって、私覚えるんでってマネージャーさんに今日あったから言おうと思ってたんだけど忘れてた。黒点とかだったらさ絶対さね、ツインテール可愛いからとか、ハーフツインとか、ここ点だったらねやってもって感じ。お腹からった。でもやっぱ舞台とかあるじゃないですか。だから頑張ったら出られるんじゃないかと思って、今このここ点で。誰かとあのハーフツインにしようかな、ここ点の時は。誰かと一緒にお揃いでやってもらおう。一人じゃ良きない。うん、ユニット一緒の子とかに。え、でもさもうさ、ここってもさユニットできちゃうわけじゃん。やばいやばい。何かな、やっぱ何度も狙いなのかな。トゥン、トゥン、トゥン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 トゥ
ダイスを転がして何をビビってんの。でもさ、今思い出した、私さ、あの鬼はやったことあるけどさ、私さ今思い出したのがさ、やっぱさ周年ってさ、センステがある、センターステージデベソがあるから、あのなんか楽しかったなって、デベソがあるステージなんかね、周年ならではだから、センターステージがね、楽しかった。ね、今はさやっぱないから、初めてだもん、あんなさ、なんかよくさ昔のやつを見たらさ、なんだろうね、あったから、ちょっとお腹すいたから終わろうかな、ちょっとお腹すいた。やばい、めっちゃお腹グーグーなりそう。終わります。13位ちゃんとくさんありがとうございます。12位ひでさんありがとうございます。11位まーくんさんありがとうございます。10位しんさんありがとうございます。9位セレナーデさんありがとうございます。8位なつきさんありがとうございます。7位ウッチーさんありがとうございます。6位キャノシーさんありがとうございます。5位しみしみさんありがとうございます。4位ただの魚さんありがとうございます。3位サイニャンさんありがとうございます。2位ヘタッピさんありがとうございます。1位カンさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。じゃあね、みんなも、私今何時か、待ってよ、今の時刻、今の時刻ただいま Now44分、あ、じゃちょうど終わんなきゃいけないかったからちょうどいいんだ。さよなら。じゃあね。